おい清正、客が引いてんぞ。ムキになってんじゃねえよ主催がよ。こういうとこでそのあだ名呼ぶんじゃねえよ。なんであんなやつに負けたんだよ。いつものお前らしくねえじゃん。またやるってよ、喧嘩賭博。ここんとこ毎日だな。今日のファイター拓也だってさ。盗むのはダメだろ。そんなんで手に入れたバブ喜ばねえよ。ここって、ただ喧嘩の強えやつだったり、ちょっと悪知恵働くぐらいのやつなら俺もやっちまうよ。でも何言ってんのか聞こえねえよ。お前何嫁なんか連れてきてんだよ。おい、終わったか。ほら集まれてめえら、集会始めるぞ。なんだ、また一人ゴミが増えやがった。おい、誰かもう一回ガムテープ持ってこい。何も分かってねえ芋虫みたいに転がっとけ。バッと持ってこい。始めろ。しょうもけ、調子こいてんじゃねえぞハゲ。負けたらパン1で帰れよこの野郎。さして溝中の山本だ。死んでこいロンゲ。嘘だろ、誰だ。金の伝達、こめかみに竜の墨。おい、なんだあいつ。場の空気全然読めてねえ。怠慢じゃねえの。なんでお前がここに。アリーガー、今大事な話してんだ。は？お前がこれの主催？なに、俺の大事なもん傷つけてんだ。ああ、こういうとこでそのあだ名呼ぶんじゃねえよ。ビビってんじゃねえぞこれ。オッズは4対6で小島やや有利。気合い入れろやだ。大事なもん壊すことしか能がねえなら俺がここで壊してやる。そっか。で、何調子こいてんだよってね。全身で浮かれてんじゃねえ。ほら、終わった。嘘だろ。インチキだ。一撃。絶対イカ様だろ。今日集まったのはメビウスの件だ。うちとぶつかりはでかい構想になる。はい、お集まりの皆さん、本日の対戦カードはメールで送った通り、桜中の小島。なんだそのダセえ格好。いつもダセえけど、うちはこれからメビウスで俺ら世代をまとめてた男だ。覚えておけ。あのさ、